めぐちゃん、明けましておめでとうございます。斉藤秀樹です。はい、今回面白い動画をご紹介ということで、ちょっと考えてみました。はい、何をしようかと考えてもお正月らしいことをしたいと思いまして、考えて、作ったのがこの福笑いというのをやってみたいと思います。はい、まあ、ただの福笑いじゃ面白くないということで、ちょっと作ってみたのがこれになります。はい、このように、めぐちゃんの福笑いです。ちょっとかなり怒られるかもしれないな、これ。ちょっとやっていきたいと思います。こちらで、目隠しをして、パーツを置いていくということで、やっていきたいと思います。まず、隠して、これ、こう隠してしまうと、ほとんど前が見えなくなるので、大まかなこの場所はわかるんですけど、どこに、何がどこにあるかちょっと分かりにくくなります。ちょっと一応撮るときだけどのパーツを撮ってるかだけを分かるようにしたいと思います。はい、まずこれじゃあ撮った眉毛ですね。はい、じゃあこれから置いていきたいと思います。はい、これ置きだけ後で調整するかも。こんな感じかな。こちらが、これが、もうこれも眉。こんなやつでいいかな。次に、これが、左目。ということで、これは変いいかな。この辺りかな。これいいか。ということで、これで全部置いたのかな。これで全部置きました。はい。ちょっとこれ、どんなものか自分でまだ見えてません。ということで、まずね、ちょっとこう、目隠し取る前に、謝っておきます。ごめんなさい。これ、考えてみると、めぐちゃん自分の顔で遊ばれて、これ面白いかどうかちょっとわからないなって今やってて考えちゃいました。まあ、ちょっとどんなものになってるか、自分でも初めて見ます、今。全然わからないんで、ちゃんとできてればいいんですけど、あまりにも変な顔になってたら、申し訳ないです。ですね、ちょっとこれ、カメラを、貸そう。すごいことになっちゃった。ごめんなさい、めぐちゃん。これ奥行きがおかしくなってるの少しだけ、ね、ということでちょっとこれこんな感じで、でもまあちゃんとめぐちゃんになってるんで、一応合格点かもしれないですね。すみません、本当すみません、なんか顔で遊んじゃって。はい、ということで福笑いでした。自分もまだ、デビューしたての VTuber ではありますが、今後いろいろと頑張っていきたいと思っております。今年のめぐちゃんのご活躍も期待しています。またこれからもよろしくお願いします。それでは。